先日嬉しいコメントがありました。野菜スープを始めて4ヶ月ほどの方からです。コレステロール値が159から119になりました。お医者様に血液サラサラですねと言われましたよ。野菜スープに取り組まれて不調が改善されていくのをお聞きすると、このチャンネルやっていてよかったなと心から思います。見てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。私がこのチャンネルで言う野菜スープとは、世間で広くホワイトケミカルスープと呼ばれる愛のスープ、そして野菜の皮や芯、種など捨ててしまいがちなところで作る野菜だしベジブロス、野菜をとびきり美味しく仕上げる蒸し煮野菜から作るスープ、他の野菜スープよりちょっと時間はかかりますが、野菜だけでは取れない栄養素もプラスするボーンブロス、おかずスープや具沢山の味噌汁ももちろん野菜スープです。その時々で臨機応変にそれらを組み合わせて、加熱した野菜をたっぷり取る、野菜の甘みや風味を生かしたものを汁ごと食べる。私は毎日たっぷり取りたい野菜は、何も考えずにレシピをいちいち見なくてできる野菜スープ中心に置いています。私が愛のスープと呼んでいるファイトケミカルスープの食べ方は人それぞれ違います。こした汁だけを飲んで具材を別に活用する人、こした汁には栄養素の効力の8割から9割が流れ出ているそうです。私もこのこした汁は味のバランスの良い本当に美味しいスープだと思っています。でもこのチャンネルのコメントを拝見すると、汁をこさないで野菜ごと食べる人が多いんだなと感じています。ミキサーにかけポタージュにする人もいるでしょう。私は今朝も野菜だしベジブロスを取って、まずはそのままいただきます。その後、蒸し煮したかぼちゃにベジブロスを適量加えてミキサーにかけ、かぼちゃのポタージュにしました。少し濃厚なポタージュにいつも仕上げています。塩もバターも生クリームも何にも入っていないけど、私はこれ以上美味しいポタージュに出会ったことがありません。一番のお気に入りです。ファイトケミカルなどの栄養素を持つ細胞は硬い細胞壁に覆われています。野菜を加熱すると細胞壁が壊れて栄養素が流れ出してきます。逆に生野菜で食べたとしましょう。すると野菜の細胞の大半は細胞壁が壊れないままで、そのまま便として出てくるそうです。なんかもったいない気がしますよね。私が野菜スープを毎日作る理由はここにあるのです。また第7の栄養素として注目を浴びるファイトケミカルの抗酸化力の高さはずば抜けています。抗酸化力はファイトケミカルだけが持っているものではないんですね。ビタミン C やビタミン E にもあるんです。でも例に挙げると、トマトに含まれるリコビンの抗酸力はビタミン E の100倍とも言われているんですね。桁が違いますよね。硫化アリルのように一部加熱に弱いファイトケミカルももちろんありますが、大半は加熱によって壊れにくいところも野菜スープをおすすめする理由です。そして野菜スープをいろいろ組み合わせる中で、ぜひ外してほしくないのが野菜だしベジブロスです。いろんな野菜からさまざまな栄養素が取れるだけでなく、水溶性の食物繊維が流れ出しています。便秘の原因も様々で、不溶性の食物繊維が詰まって便が出にくい人もかなりいるんですね。そんな人は野菜や豆をたっぷり食べ過ぎると便秘を悪化する場合があります。そんな人もこのベジブロスを飲むと改善する人が多いようですよ。それは不溶性の食物繊維を取り除いているからです。いろんな野菜スープを組み合わせることで飽きが来ない、その時々の状況に応じて作りやすい、何より栄養素を無駄にしないことで健康を維持しやすい習慣だと私は思っています。ぜひご一緒に続けていきましょう。動画でわからないことがあれば、ご質問もぜひお寄せください。
不調が改善されたらコメントをいただけると、野菜スープを続けている皆さんにとって励みになります。お待ちしています。最後までご覧いただきありがとうございます。では、また次回の動画をお楽しみに。